偽警告を知っていますか？偽警告とは、インターネット閲覧中に突然ウイルスが検出されたといった文とともに表示される閲動された警告画面のことです。いきなりこのような画面が出てきたら不安になりますよね。この不安につき込み、不要なソフトウェアを購入させたり、サポート契約を結ばしたりして金銭を騙し取る、これが偽警告によるインターネット詐欺です。ひどい場合にはウイルスを感染させられたり、フィッシング詐欺によって個人情報を盗み出されたりもします。では早速、詐欺の手口とその対策について見ていきましょう。以下は実際に起きた手口の一例です。サイトを開こうとしたり、広告をクリックしたりすると、このように偽警告画面が表示されます。警告メッセージはウイルスに感染しています、システムが破損していますなど様々です。偽警告を信じさせるために実在の企業ロゴが使われている場合もあります。また警告音やカウントダウンなどを使ったり、このように警告画面を閉じさせないことでさらに不安を煽ってきます。画面表示に従い、無料の偽セキュリティソフトウェアをインストールします。インストールしたソフトを実行すると、 PC の偽試験結果が表示されます。そして問題解消のためにソフトウェアをクレジットで購入させられます。その後、ソフトウェア有効化のために電話をかけさせ、電話越しに遠隔操作を案内してきます。最後にサポート契約を持ちかけてきます。一連の流れは PC の事例でしたが、スマートフォンでアクセスした場合、偽警告画面表示後、公式マーケットからアプリのインストールへ誘導されます。知らなければ信じてしまいそうですよね。ではどのように対策すればよいのでしょう。第一に、本物と偽物の見分け方を知りましょう。偽警告は単なるウェブサイト上の表示です。ですので、このようにブラウザアプリをドラッグ&ドロップすると偽警告画面が一緒についてきます。またこのように画面をつかむことができず、ブラウザの外に出すことができません。つまり偽警告は表示されただけでは直接的な危険はありません。ですので、偽警告が表示されてしまっても無視、このような方法でブラウザを閉じてしまえば問題ありません。もし指示に従ってしまい被害を受けてしまったら、インストールしてしまったものはすぐにアンインストール、サポート契約の回収や返金は消費者センターへ相談しましょう。念のためクレジットカード会社へ連絡するのも良いでしょう。偽警告によるインターネット詐欺についてお話ししました。偽警告への対策は慌てず冷静になることが大切です。